皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、ですね、十二支についてと、珊瑚海曲についてさせていただきます。珊瑚というのは、非常に相性のいい干支を珊瑚というふうに考えています。で、こちらがですね、ねえ、牛、虎、うう、立つ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、これでね、十二支となります。そして、干支の四つ飛び、例えば寅年の人であれば、1、2、3、4、丑、年、1、2、3、4、未年、鳥、丑、未ということで、これが3号、黄色で表しましたけれども、3号を金局となります。寅年生まれの人は丑年生まれ、未年生まれの方との相性がよろしいですし、また四柱推命の中でこの配列がありますと、非常に発展的な命式となります。順番にやっていきますと、まず順番と、それからですね、いろいろな干支の解釈というのがありますが、ここで言いますと、鳥は西です。対極にあるうさぎは東。そして頂点にある始まりの寝年は北、馬は南ということを表しています。さまざまなことをこうあてがっていけるんですけれども、いろいろな意味合いが含まれますが、今日は、割愛させていただきます。そして順番にここからやっていきますけれども、先ほどの説明と同じように、四つ飛びですね、四つ飛び、寝年、猿年、辰年、これ水色で、識別いたしましたが、水局です。水局というのは、例えば面式にこれが揃いますと、面式の中に水という意味合いが重なって、またいろいろな変化、面式の変化が起こります。そして金局、先ほど言いました猿、未、丑、金局、黄色で表しました。そして寅年は犬、馬、虎、ここが揃いますと飛局となり、火の働きが
出ます。そしてウサギ、ミノシ、イノシシ、これは緑色で示しましたけれども、木極となり、やはり木の勝利、木の働きが加わります。こういうふうに三曲しまして、悪い運ですね。例えば空房と言われている天中殺ですとか、また害とか刑とか破といった運勢が来た場合に、それを解いてくれるという作用もあります。言ってみれば本当に強い組み合わせということになります。この三合の仕組みが分かりますと、行運や市中の水明に大変役に立ちます。ですから市中の水明をする場合に欠かせない考え方ということになります。本当にほんの少しの解説で、もっともっとたくさんの事例や、また解き方、そして意味合いといったものがありますけれども、初級ということで、初級解説の試みということで、示してみました。これからもこういった市中水明における解説、読み取りなども、随時やっていこうと思っていますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。皆様のお役に少しでも立てればと考えております。また府中水明だけではなく、西洋占星術、また宿命、宿用占星術、また手相、人相など、生活に役に立つそういう占い、そうですね、迷った時にこのチャンネルで確かめる、そんな手引き書のようなチャンネルにしてまいりますので、よろしくお願いいたします。以上です。